皆さんこんにちは、リコーダー奏者の中村秀弘です。今回ご覧のように去年も同じくらいの本数を選定チューンナップ品ということで、あのテレマン楽器さんによって多くの方々のもとに届いたと思うんですけど、その第2弾第3弾なのかな、ちょっとあの第3弾ですかね、はい、ということでたくさんの笛を吹かせていただいて、であのたくさん油を塗らせていただきました。今回のラインナップは自分が使っている笛のグレードに近いものが多くって、ちょっとお値段は前回のラインナップよりややちょっとアップしている感じなんですけども、まあ、そのお値段の上がり幅よりもなんか楽器のクオリティの上がり方の方が大きいんじゃないかなと思って、今回だから、まあ、いわゆるその量産品工場で作られたものがあの基本的には多いんですけど、それでこんなにいい笛がたくさんあるんだってすごい僕もびっくりして、あのこれからたくさんお仕事をさせていただいて自分も笛を買わねばという気持ちになりました。どれもあの自信作というか、まあさうん、選定品なのであれですけど珠玉の一本になるのではないかと思います。いろいろ動画を聞いていただいて、まあ、実際そのテレマン楽器さんに伺える方は伺って試奏をしていただいて、ぜひお気に入りの一本を見つけていただければと思います。